金沢学院大学は石川県金沢市松町中に本部を置く日本の私立大学である。1987年に設置された。大学の略称は金印大、金印、金学大、金学である。1946年に GHQ の教育顧問で病星学園長であった赤井米吉が金沢女子専門学園を創立。1987年に 金沢女子大学として開学する。1995年に金沢学院大学に改称するとともに経営情報学部を増設し男女教学化する。1999年に大学院を設置。2000年に美術文化学部を増設。2011年にスポーツ健康学部を増設。現在は6学部8学科3研究科体制となっている。 学部、学科学則によると、上記のほか、全学的教育を行う基礎教育機構を置くとされている。大学院専攻科付属機関19の運動部、17の文化部、7の同好会が活動している。金沢学院大学の大学祭の名称は、新小祭である。毎年、10月中旬に開催される。 新小祭2020公式ページ https コロンスラッシュスラッシュ w w w s e i s a i c o m スラッシュ国内トップ水準のアスリート施設から多くのオリンピック選手を輩出している大学関係者組織新小量と称する学生量をキャンパス周辺に4棟整備している第一第二新小量は運動部用第三 第4新升量は女子学生量で完全個室である。大学では学生量を教育の場と位置づけており、特に自宅通学以外の1、2年次の女子学生には原則として入量を求めている。ありがとうございます。